しいとかはどうでもいいんだよ。最後の方に言ったでしょ、褒められなくていいとかなんとか、あたしはなりたいってさ。みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。そう、そこデクノボーって何か知んないけど、やだよそんなの。私は褒められたいもん、すっごい褒められたいもん、褒められると嬉しいもん。じゃあさ、タマはそのデクノボーになりたいの？それってそんなに楽しいの？かっちょいいの？デクノボーなら幸せになれるの？私、今怖かった？ごめんね。違うよ、タマに怒ったんじゃないよ。わかるよ。わかるよね、そうだよね、タマには私の気持ちがわかるよね。なんかこう、カーッときたんだよ。怒ったんじゃないって言ってるじゃん。なんだろう、どうしてかな、もやもやする。私、誰に怒ってるのかな。違うよ、そうじゃないよ。私とタマは親友になれるね、きっと。ね、タマ。あの日以来、ずっとカフェに来てないっすよね。またすぐ来るかなって思ってたのに。行こうとしたよ、なんと。でも、道が分からなくなっちゃった。ねえ、勝負先輩。タマちゃんの服、俺が見立てたんすよ。ディアーズミント。かわいいじゃん。さんとマグロさんと買いに行ったんだ。
ね、赤手紙通り。新先輩、ほら、約束のものを用意してから来るんじゃないですかね。やめた方がいいっす。なんで？男の子用なの？そう、男の子用なんす。そっか。いいな、男の子って。ほら、やっぱりこっちでよかったんじゃない。最初から私に従えばよかったのよ。またとぼけて。私は初めからこっちだって言ってたわよ。あ、そこの君は午前くんでも午後くんでもなくって翔吾くんでしょ、小読みったら。わかってるわよ、しずる。シャレでしょ、シャレ。ちょっと、なんでこの世の悲劇を一身に背負って生まれてきたみたいな顔してんのよ。そうよ、ねえ、何かあったの？心の片隅に不安でも抱えているのかな。お姉さんたちに話してごらんなさい。いかにもビューレホー女子大生のこよみさんね。じゃーん、キラリロリン。こよみ、じゃーん、キラリロリン。カフェにやってきてすることなんか決まってんじゃないの。ラテンのリズムに合わせ踊りを楽しむふりをして相手を欺いて、まんまと気を許した敵の隙を見て、たとえこっちにハンデがあろうとも華麗な足技だけでぶちのめす。なんてことはしないわ。カフェは食事とお茶を楽しむところだもの。頑張ってね。
俺はぜひ見たいっす。熱いスピリットを感じたっす。少年、なかなか男気あるじゃない。趣味が合いそうね。あなたも燃える闘魂とか好き？はい。立派、勇ましい返事ね。君、名前は？
まに小耳に挟んで絶対行きたいって思うんだけど、雑誌とかに載らないじゃないここ。で、今日噂をもとにやっとたどり着いたってわけ。そうよ、大変だったのにね。しずるの勘違いがひどくて参った参った。暦の方向音痴に足を引っ張ったのよ。私の勘は正しかったわ。え、ちょっとよく思い出してよ。最初にトラブルを背負い込んだのはどっちよ。千早の駅に着いて鹿殿を降りて、もうすでにそこからおかしいわよ。こんなすんなりとした出だしじゃなかったでしょ。で鹿殿を降りたら、そこがまだ北まといだってすぐ気づいて、次の電車に飛び乗って、ところがそれが下り電車で、慌てて次の駅でまた引き返そうと、次の電車に飛び乗って、ところがそれがまた下り電車で、慌てて次の駅でまた引き返そうと、次の電車に飛び乗って、それがまたまた下り電車で、慌てて次の駅でまた引き返そうと、次の電車に飛び乗って、ところがそれがまたさらに下り電車で、慌てて次の駅でまた引き返そうと、次の電車に飛び乗って、ところがどうして誰も止めないのよ。普通突っ込むでしょう。普通話してごらんなさい。面白い。なわけないだろう。もう小読みったら悪乗りしちゃって。流利法女子大生の小読みさんと、お姉さまは魔女のしずるでした。楽しかったわ。また来るわね。